お、ちょっと難しいんじゃないかこれ。ウフフフ、はい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 、いいぜいいぜ。おお、びっくりした。はい、こんにちは。今日も元気にホラーゲームやっていきましょう。リプレイス。あ、操作がシンプルで助かるわ。スタートします。スタート。軽くストーリー読んだところ、まあ疲れた夜にね、なんか帰り道に古いゲームを見つけたもんで、買ってみちゃったみたいな感じですね。じゃあこれさ、もう早々に気づいちゃったんだけどさ、めっちゃ部屋の周り見渡せるんだよね、これ。WE、ロボット。変なポスターね。おお、なんか、コントローラー古すぎないか？すげえシンプルだ。こんなコントローラーのゲームある。アシッドじゃない？ワーニングアシッド。どんな家にすんねん、これ部屋。電気つけてやれよ。目悪くなるぞ。なんかすごい。もしかして、古いゲーム見つけたぜとか言ってるけどさ、時代背景的にもだいぶ古い。歩き方どうなってんのこれ。ゾンビやん。え？もしかしてこれ抜き足し、抜き足差し足してるってことはさ、人んちなんじゃないの？人んちでコイン拾ってる？あ、これジャンプでね。ジャンプで出れると。陽気なおじさんだな、これ。なんだこの人。こんにちは。え？あ、すごい、これ連動すんの？ウェーイ。いいゲームだ。これ立ってる、ただ立ってる人？だってなんかジャンプとさ、これ左右に動くしか、操作教えてもらってないもん、俺。あ、ギリ届くとここ。入ってみようか？抜き足、差し足、コインを盗んでいく。さあ、これはなんか家が建ってるけど、重力とかは、まあ、考慮されていない。6コインないと通れないんだ。通行料がかかるわけね。あ、ちゃんとコイン拾っていかないと前進めないんだ。なんだこの人は。あれやな。運動着みたいな、来てるな。おい！なんだ？なんだ？ね、雷に撃たれたか、今。あ、BGM なくなったんだけど。ちょっと？2階建てなのに1部屋しか入れないんだね。お、ちょっと難しいんじゃないか、これ。ウフフフ、はい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 。いいぜ、いいぜ！カモン、ベイベー！え、なにな、えへへ！どういう家？誰が住んでんの、こんなとこに。お、すごいすごいすごい。つま先でね。ほら、つま先で体重を支えられる。なるほど、これ埋まってんだ。ちっちゃい小屋じゃなくて。あ、もう全然俺右手、マウスからもう。あ、なんか落ちたね。なに、うるさいうるさいうるさい。え？ドア開いた？ドア閉まってたよね、多分ここ。なんか、物が落ちたみたいな音したけどね。全然主人公無視。え？何？動じないね。ああ、出た。この人、この人の家なのかな、ここは。冷蔵庫だけ置いてあると。なるほどね。このゲーム内でホラー展開があるんじゃなくて、現実の方でホラー展開が起きて、なんか、テレビの向きがさ、これ壁側やん、絶対。手前に向いてたら壁側ないよ。おかしいんよ、ちょっと。家具の配置が、おい、人が死んでる。どういう死に方、テレビに頭打ちつけて死んでるんだけど。うわぁ、起きた。うわぁ、逃げろ逃げろ。ゾンビだ、ゾンビだ。結構レアな死に方だね、あれね。あ、コイン8枚と、ジャスト。周り見てこか。今んところ、変なことはないかな、音が鳴ったくらいで。うんうんうん。周りもちゃんと見てかないと、やっぱ、泥棒とか入ってるかもしれないからね。怖いね。やっぱ人間が一番怖いんだから。なんか見えてるんだけど。隣の家の中身見えるもんなの、家って。そんなことないよね。ああ、なるほど。こうやってね、盗み見れるんだ。もう、ここ、あれや。これ、ハリボテで、横はもう壁ないんだ。あ、なに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 ？ふいふい。開いた。あ、ドア開いてなかったんだ。暗すぎるわ。え？コイン取らせてくんないの、これ。あ、すごい、これ。視野に入れたまま。あ、もう入れない。この角度で行くか。おもろいんちゃうの？あ、これコインいっぱいあんのにね、取れないわ。すごい。ゲーム画面見ながら左のドアもチェックできると、これはね、
ファイブナイツアットフレディーズだったらかなり強いムーブなんじゃないのこれ。メタですよ、メタ。おい。あ、もう BGM も流れてないからね。全然そっちに向く必要ないんじゃない。これでプレイ。あ、消えた。え？バグってるって。この家ドアないよ、これ。コイン取ってこうか。あ、コインリセットされてる。わあ、いたずらされてるんだけど。ああ、ちょっと古いゲームだからね。バグっちゃってるかもしんないね。ワープしちゃってるわ。え？スケキヨさん？え？殺した。え？あ、後ろ？今の主人公じゃね？うわあ！びっくりしたー。え、なんで外国使うかわかんないけどね。なるほどね。あ、ジャンプ。え？入れなくなってる。あー、ちょっと犯罪チックな匂いがするんじゃないのこれ。あー、主人公の家を探してんじゃないの。なんか身長高くなってない？身長伸びるんだ。はいはいはい、探してますよと。絶対ね、ゲームと連動してるやつですよ。もうめたいことも言っていく。まあ、やっぱね、こういうこと予想してって当てるっていうのがやっぱお化けとか幽霊とかに効くから。あ、こいつ知ってるわ、みたいな。あ、でも言われちゃったからどうしよっかな、みたいな。今そのネタ言われちゃったら、予想されちゃったら、ちょっと出しにくいな、みたいな。こう圧をかけていこう。これがね、ホラーを楽しむ、こう、駆け引きね。あっち側と、驚かす側と、この楽しむ側での駆け引き、楽しんでいこう。でも、え？すごい。ぐちゃぐちゃすぎないか？わ、やっぱ、ホラー。ほら、ステップが。見て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 。おーい、リンクしてる。ダンスしてるみたいになってる。おー、え、なんか思ったよりグロい。ああ、そんなビンタ、ビンタで一撃なんだ。リペイメイドバイ変技剣。ああ、いいね。シンプルでいいゲームだわ。まあね、予想通りだけどびっくりできるいいゲームでした。やっぱ王道で面白いゲームっていうのはね、強いよな。ありがとうございました。